はい、こんにちは。今日から始める Windows 10です。今回は Paint Graphic 4の使い方第2回目。写真にモザイクをかける方法を説明していきたいと思います。では早速、こちらのアイコンをダブルクリックしていきます。この画面出たらそのまま閉じるをクリックすると。素材の写真を読み込んでいくと。今回そのままドラッグしていきます。で、前回も説明したように、この画面を大きくしたいと思います。マウスのスクロールボタンでもいいし、こちらのプラスマイナスでも OK です。このままクリックします。この状態で設定していきます。モザイクをかける場合は、先に選択範囲を指定してあげると。今回であれば、この顔の部分にモザイクをかけたいと。そういった場合、先に選択範囲を作ってあげると。で、選択範囲を作るのは、右のこちらのツールボックスから、一番左のボタンをクリックします。四角と丸のところをクリックして、左から三つ目、選択ツール四角形ってあります。こちらをクリックしておきます。で、クリックしたら、だいたい顔の部分を選択してあげる。なら、このように四角ができて、選択範囲が指定できたってことになります。フィルターをクリックして、モザイクをクリックする。すると、このように表示されます。まあ、非常に簡単です。ですが、ここで一つポイントがありまして、この上の部分ですね。このモザイクっていう専用画面のこの上の部分、ここ非常に重要です。初心者さんはここを注意していただきたいと。大きくします。今、プレビューになってるんで、つまり設定した結果が表示されているってことです。で、このオリジナルにすると、当然ですけど、元の素材が表示されると。で、結果を確認したいので、プレビューをクリックしていると。これで正常です。ただし、注意してほしいっていうのが、それ以外のこの左右とか上下になっている場合、オリジナルか必ずプレビューを選択するってこと。で、このモザイクのですね、サイズはこちらのスライダーで設定するか数字を入力すれば良いかと思います。まあ、このぐらいがいいのか、思い切ってこのぐらいがいいのか、このあたりは自分で判断していただくと。で、その際に見ていただくとわかるように、今、このモザイクがですね、一つ一つのブロックがですね、この四角になってます。四角いブロックになってます。これは、左上のここですね。四角って選んでるんで四角のブロックです。これを三角とか、六角形、多角形、階調っていうふうに選択することもできます。例えばこれを三角1にすると、このように三角形の、これを大きくします。このように三角形のブロックになります。まあ、三角2。三角三。このように自分で選択することができます。形を選択することができると。まあ、今回このぐらいにしたいと思います。で、設定できたら、OK をクリックすると。では、OK をクリックと。なら、このようにできると。で、今まだ、ここに四角い枠があります。選択範囲が残ってるんで、上の、この選択範囲っていうところをクリックして、ここに解除ってあるんで、これをクリックしてもいいし、または何もないところでクリックするとこのように消えます。まあどちらでも OK です。これで上手に顔だけにモザイクをかけることができたと。あとは保存すれば OK です。今四角形で説明したけど、この上の四角ではなく円形も設定することができます。今度は円形でぼかしをやってみたいと思います。円形を使ってぼかしを設定すると。こちらの上の方で
ツールボックスから円形を選択します。そのまままた顔の部分に円形を設定すると。で、このように選択範囲ができたら、同じようにフィルターから今度はぼかしを選択します。フィルターからぼかしを選択して、ガウスを選択すると。これをクリックすると。そうすると、この顔の部分だけにぼかしがかかっているのが確認できるかと思います。で、必ず上のところオリジナルかプレビューになっているかを確認すると。ぼかしの強さをですね、このように選択することも、ぼかしの強さを設定することもできます。こちらのスライダーでこのようにすればこのぐらいになると。まあ、このあたりも自分で調整していただくと。で、できたら OK をクリックする。ならこのようになると。で、何もないところをクリックすると。なら完成すると。ここまでできたら、あとは保存するだけです。モザイクに関しても、ぼかしに関しても、操作は全く同じです。今回は、写真にモザイクをかける方法を説明いたしました。以上になります。また、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。